土屋光金、土屋光金から1925年3月20日は、日本の海軍軍人、政治家、家族。最終階級は、海軍中将。貴族院議員、男爵。源氏元年11月3日、愛知県に生まれる。土屋光春陸軍大将の長男。慶応義塾幼稚者を経て、1886年12月、海軍兵学校を卒業し、 1888年1月に海軍少尉任官。1891年12月、佐世保軍港司令官伝令士となり、松島分隊長、クレス隊攻撃部隊長を経て、1894年7月、常備艦隊水雷艇隊,隊隊長に就任。日清戦争に出征し、さらに常備艦隊第一水雷艇隊隊隊長となった。 1895年7月、クレ水雷隊攻撃部隊長に着任し、水雷術練習所教官見分隊長に転じ、1897年12月、海軍少佐に昇進した。1898年3月、笠木海港委員に発令され、アメリカに出張し、同水雷長、クレチンジフ艦隊参謀、軍令部、第二局員、 県立軍大学校兵学教官を務め、1900年9月、海軍中佐に進級。1903年9月、常備艦隊第三駆逐隊司令に着任し、第一艦隊駆逐隊司令として、日露戦争に出征。第三艦隊参謀に転じ、1905年1月、海軍大佐に昇進し、横須賀陳守府付県横須賀交渉偽装委員となった。 1905年4月、豊橋艦長に着任し、マ光ヨーコーブ参謀長、秋津島、春スガ、相模、カシの各艦長、マイ海兵団長、横須賀鎮守婦参謀長を歴任。1911年12月、海軍少将に進級し、マイ水雷団長となった。1913年3月、マイ水雷隊司令官となり、クレ水雷隊司令官、 クレチンジュフ艦隊司令官、第三艦隊司令官、軍令部出資、第一水雷戦隊司令官を経て、1915年12月、海軍中将に進み、第二水雷戦隊司令官に着任。1916年4月、大港陽光部司令官となり、召喚会議議員を経て、1919年6月に、大名、翌年3月、予備役に編入された。 1920年12月、父の死去により、男爵を執着。1922年3月から死去するまで、貴族院議員を務め、厚生会に所属して活動した。1925年3月20日,日を没、東京都の玉霊園に葬られる。ありがとうございます。